さあまずはペン字で美文字解説していきましょう。まあ、よくないのはこの辺りの横線が右方向に長くなってしまうことですね。横線が長くなると最終角の横線が短くなってしまって右が揃ってしまうんですよね。この最終角の横線を左右方向に長く見せつけるためにはこの辺りの横線は短くしたいし、辺と作りの間は狭くしておきたいんですね。正しい例を書きます。横線は短めに書きます。縦線右に寄せるんですよね。土辺は左に長く右側は短くしておきます。辺と作りの間は寄せておきましょう。特に日はとても痩せていますよね。最終角の横線だけ右方向に長くしていいんですね。続いて筆ペンです。基本的には横線を細くして縦線を太くするんですね。筆ペンは太さに違いをつけるからこそ楽しくなります。特に横線細くって結構難しいんですけど、筆ペンを垂直に立てて穂先だけで描けるようにしていきましょう。最終角の横線は最初細くして徐々に太くしていくようにして描くと格好がつきやすくなるんですね。さあ続いて大筆で描いていきます。さあおさらいですね。横線斜めに上げましょう。細くて短いです。縦線右に寄ってるんですよね。この払いは徐々に細くなりつつ強く斜めに上げていきましょう。横線細く斜めに上げていきます。縦線太く横線細くなんですが、この辺りの日は細縦長いですよね。そしてこの横線を最初細くて徐々に太くしていくと立体的に見えて格好がつきやすいんですね。続いて行書です。行書は楷書に比べるとかなり曲線的になるんですね。横線と日をこういうふうにつなげてあげると書くのが楽になりますね。さあここまでが美文字です。ここからはお遊びです。まあ、画記ってなかなか遊びづらいんですけど、昔の文字である隷書という字をご案内いたします。横線が斜めに上がらないというか、まあ、むしろ下がるような線、そしてアーチ型と言われる横線を書いていくんですね。そして何といってもこの波卓と言われている昔の面白いヒゲのような形がおしゃれなんです。これね、書体辞典って言うんですけど、昔の文字を検索することができるんですよね。このあたりがいわゆる隷書という字です。他の文字でもおヒゲさんがついている字ってありますよね。書道って楷書や行書だけじゃなく、この奴隷の隷、隷書という書体もあるんですよね。今回は遊びも以上です。ありがとうございました。さあ今回の解説も以上ですが、いかがだったでしょうか。まあ、今度ね、展覧会が行われるんですよ。アート作品とか習字作品だけじゃなく、今日ご案内したような昔の書体をベースにお書きになられた作品もたくさんあるんですね。書道って広くて面白いだけじゃなくて深いんですよね。歴史的な昔の文字を現代風にアレンジするという考え方もあるんですよね。無料なのでぜひ銀座セントラルミュージアム銀座に遊びにいらしてください。改めまして、このチャンネルでは2000文字の常用漢字をペン字、筆ペン、大筆、楷書、行書、アートで解説しています。ぜひね、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。以上です。ありがとうございました。